マジでないですよこれ、あの欠点は本当に。まるでこう名作映画を見た後のような、これは本当に名作テントだと思います。どうも皆さんこんにちは、ケンです。今回紹介するのはまたまたテントなんですけれども、最近テントの紹介ばかりで申し訳ないんですけれども、ゴールデンウィーク前に全て あの手持ちのテントを紹介しておきたかったんで、ちょっと最近ちょっと詰め込んでます。今回紹介するネイチャーハイクのテントなんですけれども、今お見せしてるよりこんな感じですね。ででーん、ここ屋根がついてます。すごいですね、このテントのすごいところは、重さが全て含めて、ペグとかロープとかポールとか、テント本体全て含めて 1060g っていうとこです。それにもかかわらずテント自体は必ずしもペグを必要としない自立式のテントなんで、こういった芝生の上だけでなく、コンクリートの上、道の駅とかそういったところでも設置することができます。ということで今回紹介するテントはこちら、ででん、ネイチャーハイクのビッグワンというテントを紹介します。このテントは下にスカートが付いてるモデルと付いてないモデルがあるんですけれども、今回は付いてないモデルを紹介します。めちゃくちゃ軽くてコンパクトなテントなんですけれども、たくさんの特徴があるんで、まずはそのテントの特徴をさらっとご紹介いたします。一つ、テント本体、ポール、ペグ、ロープ、すべての付属品を入れたとしても重さは 1060g と超軽量であること。二つ、収納時の大きさはテントやポールなどをすべて含めた上で、横 43cm、直径12センチととても小さいこと。3つ、自立式のテントなので芝生の上だけでなくコンクリートの上などどこでも設置できること。4つ、ドアの形はこのように特徴的な形をしています。ポールや落ちている木、バイクや自転車などを使えば簡易的な屋根を作ることができます。5つ、組み立てが簡単で早いということ。6つ、一人用のテントで小さいテントですが、天井のポールのおかげで体感的にはかなり広く感じます。7つ、小さく軽いテントにもかかわらず通気口が2つもあること。さらに通気口はテント内から開け閉めできること。8つ、全室が2つあること。9つ、専用のグランドシートが無料で付属していることです。早速袋から出して詳しく見ていきましょう。袋には組み立て方の説明書が縫い付けられていました。日本語もあります。付属品はメインのポールが1セット、これにはアルミニウム合金が使われており、柔軟で強度が強いものとなっています。ペグが9本とロープが3本です。では早速組み立てていきます。ネイチャーハイクのポールが Y 型になっているテントはこれで3個目ですが、設営はとても簡単で、どんなに初心者でも3分を超えることはないと思います。今回は初めての設営でゆっくり組み立てましたが、2分程度で組み立てることができました。このテントはシングルウォールテントでコンパクトなものですが、必ずしもペグを必要としない自立式のテントです。つまり芝生の上や土の上だけでなく、駐車場や屋根の下などどこでも設置することができます。荷物を少なく軽くしたい旅人にはもってこいのテントだと思います。このテントはいわゆるシングルウォール構造のテントです。インナーテントとフライシートが別々になっておらず、室内と天井や壁は同じ生地です。シングルウォールテントにはメリットとデメリットがあります。メリットは軽く小さく設営が簡単にできるということ、デメリットは結露しやすくなるということです。しかしこのネイチャーハイクのビッグワンはシングルウォール構造にもかかわらず全室がついており、ドアの部分はメッシュでできており、さらに上部に通気口が2つもついているので、普通のシングルウォール構造のテントよりもはるかに結露しにくい構造になっています。シングルウォールですがダブルウォールの特徴を持つハイブリッドなテントです。ということで外見を詳しく見ていきましょう。テントの上2箇所に換気用のベンチレーションがついています。これは外側からではなく内側から開け閉めできます。雨が降っていたり寒い時期にテントから出なくていいのはとても評価できるポイントだと思います。ただし風向きによってはここから雨が入ってきてしまうと思います。扉を開けてみましょう。扉はとても特徴的な形をしており、ファスナーは中央ではなく正面から見てこの部分にしかファスナーがありません。扉を開けるとこのようになります。扉は全て閉め切るか、向かって右側だけ開けるか、全て開けるかの3パターンを使い分けることができます。またこの扉、高さが1メートル程度のトレッキングポールや落ちている木などを使えばこのように簡易的な屋根にすることができます。もしバイクや自転車で旅をしているのであれば、バイクや自転車はポールの代わりにしてこのようにできます。このネイチャーハイクのビクはこんなに軽くコンパクトになりにもかかわらず、さまざまな点で工夫をまき散らして楽しませてくれるとても面白いテントです。そこら辺に落ちていた木で屋根を作ってみましたが、1分程度で作ることができました。
あくまでも簡易的な屋根なので、上から見るとこのように左側がガラ空きです。雨が降れば自分の身も室内も雨から守ることができないので、晴れた日のみの機能と思った方が良さそうです。室内の扉を開けてみましょう。扉は全てメッシュでできており、通気性が良く結露しにくい構造になっています。このネイチャーヘクのビクは前後に全室を作ることができます。反対側の全室にはファスナーはなく出入りすることはできませんが、奥行きが50センチ程度の全室を作ることができます。室内のテントの下部にファスナーがあるので、ファスナーを開けて裏の全室にアクセスすることができます。ブーツ程度であれば後ろの全室に置くことが可能です。これにより正面の全室のスペースを使う必要がなく、調理スペースなどを確保することができます。テントの中を見てみましょう。テントの上部の中央にもライトをかける輪っかがついています。フックではなく輪っかなので、かけられるランタンなどに制限ができると思いますが、工夫次第でどうにでもできると思います。入り口の左側にメッシュのポケットがついています。室内の大きさは 210cm×85cm と狭く、1人が横になれる程度の広さです。前回購入したネイチャーヘクのエアーマットを敷いてみるとこんな感じです。そこに僕が寝てみるとこんな感じです。天井のポールや白という色により圧迫感はなく、むしろ広い印象を受けます。各部の大きさは210、80、75、210cm、82cm、93cm、48cm、50cm です。バイクのタンクバッグやリュック、ヘルメット程度の貴重品となるなら一緒に寝ることができそうです。耐水圧についてです。現在縫い目の部分に水をかけています。かなり水を弾いているのがわかるでしょうか。縫い目には防水の CM テープ加工が施されており、縫い目から水が入ってこないようになっています。耐水圧はフライシートが 3000mm、 床が 4000mm、 付属のグランドシートが 3000mm となっています。撥水性のある生地が使われているため、叩けば簡単に水を落とすことができます。普通扉のこの部分はマジックテープが使用されていますが、このテントは磁石が使われています。テントに入るときや出るときにいちいちマジックテープを外す必要がなく、スムーズに出入りすることができます。しかも弱い磁石ではなく結構強い磁石なので、強風が吹いたとしてもまくり上げられることはないと思います。付属のグランドシートを広げてみましょう。このグランドシートはこのテントの専用のものなので、底面の形が同じになるように作られています。四隅をポールと接続すればこのように持ち上げても取れることはないので、とても便利なシートです。今まで愛用していた同じネイチャーハイクのオレンジのテントの床が破れてしまったので、次はこのテントを僕の旅中のメインテントにしてみようかなと思っています。購入先は概要欄に貼っているので、気になった方はぜひチェックしてみてください。はい、ところでいかがだったでしょうか。ネイチャーハイクのビクワンというテントの紹介でした。ということでモロケンのフリートークなんですけれども、正直言います、今の僕の気持ち、心の心境状況というのは、まるでこう名作映画を見た後のような感じの気持ちです。どういうことかというと、こうね、あの名作映画を見終わったりした後って、なんか誰かにその良さを伝えたいじゃないですか、っていう気持ちです。僕今そのぐらいこのテントを触った後っていうのは、もうまるで本当に名作映画を見た後のような感じの気持ちになるぐらい本当にいいテントです。じゃあ何がそんなにいいのかというと、皆さん、知ってか知らずかわからないんですけれども、僕はキャンパーではないんですよ。で、元ブロガーでもないんですよ。僕はあの旅人だと自分で思ってて、でこのテントはまさに旅人に向けたテントだと思ってて、まあそうですよね、キャンプするのにこんなに軽い必要ないじゃないですか。なんで、まあ、本当に旅人向け、まあ山とかね想定して作ってるのかもしれないですけど、僕は旅人なんで、旅人目線で言うと旅人にとってはものすごくいいテントだと思ってて、このテント6つぐらいですね、細かいところでめちゃくちゃ気に入ってる点があるんですけど、まずこのここですよね、このこれロープをかけるとこができるとこ、これなんですけど、この部分、この部分の長さを変えることができるんですよ。どういうことかというと、今ちょっとこれピンと張ってるんですけど、ここの長さを簡単にワンタッチでこうやって緩めることができるんですよ。緩めることができるし、引っ張ればピンと張ることもできるんですよ。でこれどういうことかというと、さっき僕ここにねバイクをこう持ってきて、バイクに、紐を引っ掛けて、バイクで屋根を作るっていうのをお見せしたと思うんですけど、あれはまあバイクじゃなくて自転車でもいいんですけど、ここの紐を調節できなかったらバイク側で、調節しなきゃいけないんですよ。どういうことかというと、例えばバイクが遠すぎると、
テントより遠すぎたらバイクをまた下げて、またこうやって、でまたこの紐が届くかどうか確認してっていうことをやらなきゃいけないんですよ。まあこれは自転車でも同じなんですけど、つまりですね、テント側で、紐の長さを調節できるということは、バイクはとりあえず置いといて、ここで紐側で、長さを調節することができるんですよ。なんでまあバイクの微調整が必要なくて、とりあえずバイクはポンとここで持ってきます。で、そのままかけれたらそのままいいんですけど、紐が足りんかったらすぐ伸ばしてピュッて引っ掛ければいいしっていう感じで、バイク側ではなくてテント側で調節できることができるんで、これは ものすごくいいですね。ここのこの長さが調節できるだけで、そういった、屋根が作りやすくなる。で、ここの前室、ここにペグダウンした時のこのペグダウンがやりやすくなるっていうのと、ここを、ここ側に引っ掛けて、ドアにできるんですけど、ドアをこう、パタって折りたたむことができるんですけど、その折りたたみもしやすくなるっていうことで、ここ一つが短くできる、長くできるっていう機能があるだけで、3つ4つぐらいのことが容易になっちゃうんですよ。っていうので、これはいいなと思ってます。ここの長さが微調節できるっていうのがめちゃくちゃ気に入ってる点の1ポイント目なんですけど、2点目としては、今お見せしているこの横のポール、メインのポールなんですけど、右側と左側って、今こうやってね、ポールが Y 字のやつがあると思うんですけど、こっち側とこっち側の長さって違うんですよ。なんでこうやっちゃうと、テントを組み立てることができない、穴が刺さらないんで、組み立てることができなかったんですよ、今までは。ここに手元にネイチャーハイカーの違うテント、僕が今まで愛用していたテントがあるんですけど、このテントと前回紹介した、シングルウォールテント、緑色のテントですねは、長さが違うんで、いつも僕間違えてたんですよ、組み立てるとき。でも今回、このビッグバンからは、右と左の、ポールの色、そしてポールを差し込む場所の色がオレンジとグレーで、色分けされてるんですよ。で、付属のグランドシートも色分けされてるんで、組み立てるときに間違えることがなくなったということが挙げられます。なんで組み立てがものすごくしやすくなった感じでございます。で、それと、似たようなものなんですけど、3つ目の細かいポイントなんですけど、ここに横のテントの天井の横のポールがあるじゃないですかね。天井に横にポールがあるテントっていうのは、まあ、珍しくないとは思うんですけれども、だいたいそのポールって、後付けなんですよね。メインのポールをこうやって組み立てて、でその上にこう自分で刺してポールを入れる感じなんですけど、このネイチャーハイカーのビッグワンの場合は、この Y 字のこのポールに、あらかじめこうやって横のポールが、ついてるんで、組み立てが簡単ですし、なおかつその横のポールを通すときってものすごくこう力がいるんですよね。ピンと張らなきゃいけないんで。なんですけど、これはもうそのあらかじめついているんで、そのテンションがちょうどいい具合に調節されてるんで、組み立てがめちゃくちゃ簡単なんですよ。そんなにこう引っ張らなくていいし、横の上のポール部分、組み立てるのはあまり好きではなかったんですけれども、このビッグワンの場合はめちゃくちゃ簡単になってるんで、そこも評価できる点かなと思います。4つ目なんですけれども、ここに磁石があるって説明したと思うんですけれども、僕どうせ中国のネイチャーハイクの、テントなんで、どうせこの磁石弱い磁石なんだろうなと思ってたんですよ。風が吹いたらペラってめくれるような、そういう磁石だろうなと思ってたんですけど、意外とっていうか、めちゃくちゃ強力な磁石がこう使われてて、相当な強風が吹いてもこの磁石がめくれて、ここから雨風が入ってくるようなこともないんじゃないかなと思います。で、ここがマジックテープだった場合なんですけど、出るときとか、まあ、入るときもそうですけど、もういちいちね、こうチャックをこうね、ファスナーをこうして、ここにマジックテープ分があるんで、ここピュッてやってこうしないといけないじゃないですか。でもこの場合は普通にこうやったらね、磁石が取れるんで、いろんな点で、なんか細かい点なんですけど、本当にその程度の細かい点なんですけど、いろんなところにこう工夫とか散らばされてて、まあ、軽さとかこう犠牲にせずに、めちゃくちゃ機能性がいいテントになってて、これは本当に名作テントだと思います。5つ目の細かいポイントなんですけど、通気口がですね、中から開け閉めできるんですよね。棒を刺したり、引っこ抜いたりすることで、通気口を開け閉めできるんですけど、テントの中から棒を押すということは、何かこう支えのあるものが必要なんですよ。今、映像でお見せしている通り、つまみがあるんで、つまみを持って棒を差し込むことで簡単に、棒を差し込むことができます。で、もしこのつまみがなかったら、ね、大変じゃないですか。支えるものがない、踏ん張るものがないんで、このつまみとか、まあ、そういった本当に細かいところ、本当に
本当にそんな細かいところなんですけど、よくできてるなっていう感じです。でこのテントはネイチャーハイク、中国のメーカーですなんですけど、本当に中国のメーカーが作ったんかと思うぐらい完成度が高くて、もうなんかもう文句のつけどころがないぐらいのテントです。唯一、本当に唯一、難点を挙げるとするならば、その、通気口のこの部分ですね、まあ、丸い、ハトメの穴みたいな感じになってると思うんですけど、そこから雨が多分これ吹き込んでくるんじゃないかなと、風向きによってはね、そこだけがちょっと、まあ、マイナスの点かなって思いますね。でもそれ以外はマジでないですよ、これ欠点は本当にそのぐらい素晴らしいテントだと思います。ほいでですね、このテント自体が 1060g、マックスの全ての装備品含めて 1060g なんで、どうせなら他の、装備っていうのも、軽くしたいと思うんですけども、今回これ使ったこのネイチャーハイクのこのマット、エアーマットなんですけど、このエアーマットも、420g なんですよね。実は僕あまりエアーマットって好きじゃなくて、片付けが面倒なんですよ。エアーマットって空気を入れるのも面倒だし、抜くのがとにかく面倒なんですよ。でも、この、ね、ネイチャーハイクのエアーマット、ちょっと見てもらったら分かると思うんですけど、ここの空気の部屋っていうのが比較的大きいんですよ、他のものと比べて。この部屋が大きいとどういうことが起きるかというと、単純に殻付けが楽になるんですよ。この部屋が細かくて、部屋が多いと、その部屋一つ一つにちょっとずつ空気が溜まっていって、空気を抜くのが大変になっちゃうんですよ。部屋がいっぱいあるんで抜けにくくなるんですよ。けどこの空気の部屋っていうのが大きくて数が少ないと、その分空気が抜けやすくなるんで、殻付けが簡単になるっていうのが、僕が、まあ、エアーマットの中では、気に入ってる点ですね。はい、ところですね、もう一つちょっと紹介したいものがあるんですけど、これです。ででん、ですね、僕結構重度の超重度 の、 花粉症なんですけれども、3月、まあ、2月3月もう4月になって花粉ってね結構落ち着いたんですけど、花粉症の季節はキャンプするときにこれを使ってました。これまあ何かというと、まあ、簡単に言うと空気清浄機なんですよ、まあ、空気清浄機じゃないけど、これめっちゃちっちゃいんですね。こんな感じで、もう手のひらに収まるサイズなんですけれども、なんかねこれを電源オンにしといて、オンにしといてテントの中に入れとくと、こう空気中に舞ってる花粉をなんか落とすことができるらしくて、花粉の季節は僕これをテントの中にずっと入れて使ってたんですけど、まあ、なんかね多分効果あるんじゃないかなと思います。まあ、僕本当に重度の花粉症なんで、ねゼロではないですけれども、多分あるのとないのじゃ多分結構違ってくるんじゃないかなと思います。こんなちっちゃい空気清浄機なんですけれども、まあ、空気清浄機じゃないんだよね。空気清浄機やったらほら吸い込まなきゃいけないじゃないですか。で吸い込むってことは大きくなるってことじゃないですか。で大きくなるのは旅人の僕としては問題なんで、まあ、こういったちっちゃいやつを買って試しにね買ってみて試しに使ってみたんですけど、まあ、なんかね今年の花粉はそこまでなかったなと、これを使えばねっていうのは感覚的にねはあります。ちなみにこれはマイクロ USB で充電することができます。なんでこれもちょっと概要欄貼っときます。